ターボチャージャーちゃん、大変だよー。そんなに慌ててどうしたんだ。一体何があった？自然吸気ちゃん。コペンに、ルーフがあったの。そりゃあるだろ、車なんだから。そもそもコペンは電動メタルトップの採用で、気軽に開けたり閉めたりできるのが魅力だろ。違うの、そういうことじゃなくて、屋根が開けられないタイプのコペンなの。なんだと、まさかな、自然吸気ちゃん、一応聞くが、それはどんな姿形をしていた？丸めのコペンなんだけど、初代コペンよりも近代的な感じで、それはコペンセロだな。となると、これはひょっとするぞ。ルーフはどんな感じだったんだ？ルーフはリアにかけて傾斜になってて、いわゆるクーペみたいなフォルムだったよ。って、そんなのおかしいよね。コペンなのにクーペみたいだなんて、私の見間違いだったんだと思う。いや、自然吸気ちゃん、それはコペンクーペという車だ。コペンクーペ、コペンなのに、クーペ。そうだ、コペンなのにクーペなんだ。それって、車外製の部品とかキットを、取り付けてどうにかなるものなの？いや、コペンクーペはダイハツ純正だぞ。メーカー直々に企画して発売に至ったんだ。理解が追いつかないよ。コペン最大の魅力である電動メタルトップを、根底から否定する派生モデルをあろうことか、コペン生みの親であるダイハツが発売するなんて。まあ、常軌を逸しているよな。コペンクーペは2019年1月から2月にかけて、専用サイトで購入希望者の応募が開始された。つまり、限定生産ってこと？その通り、コペンクーペは200台の限定生産だ。200台って数字で聞くと少なく感じるけど、実際、200台も売れなかったんじゃない？屋根を開閉できないコペンって、ねえ。それがそんなことはなくてな、限定200台の生産に対して、約5倍以上、つまり1000件超の応募があったらしい。マジで、めちゃくちゃ応募殺到してるじゃん。コペンクーペは自然吸気ちゃんの言う通り、コペン最大の魅力を損なってしまっている。その代わり、軽自動車規格の2ドアクーペという、唯一無二の魅力が新たに備わっているわけだ。まあ、それはそうだけど、特別感もあるし、私は魅力的だと思うけどな。確かに私たちもこれだけ大騒ぎしたし、特別感や希少性に関しては否定できないよ。コペンクーペの元となったのは、2016年の東京オートサロンに出展された、コペンセロクーペコンセプトだ。コンセプトモデルも用意されていたんだね。東京オートサロンは東京モーターショーと違い、チューニングカーの祭典とも呼ばれている。そのため、新型車を発表する場というよりは、自動車メーカーやカスタムパーツショップが、既存の車の改造車をアピールする場なんだ。東京オートサロンって聞いたことあるけど、自動車メーカーも改造車を出展するんだね。基本的には市場調査を目的としているようだが、もちろん、新型車を宣伝するという目的もある。となると、コペンセロクーペコンセプトは、最初から市販化する予定があったのかな？いや、もともとコペンセロクーペコンセプトは、一切市販化を予定していないモデルだった。ところが、東京オートサロンに展示すると、あまりにもその反響が大きかったようで、コペンクーペの市販化に動き出したわけだ。そうだったんだね。でも、その割には現実的な設計になっていて、最初から市販化を想定していたような感じだけど、コペンクーペのチーフデザイナー、和田氏は、小モデルとして割り切ってしまうと、極端な話、どんな形の車でも実現できてしまうと考えた。確かに、それは言えてるね。あまりにも現実離れしたデザインだと、見た人もあまりワクワクしないだろうし、だから和田氏はできるだけ、現行コペンの使える部分はできるだけ使った上で、小モデルとして見栄えの良い車に仕上げたい。そんな思いでコンセプトモデルを制作したそうだ。ほうほう、それが結果的に功を奏して、コペンクーペの市販化に結びついたのか。コペンクーペの外観上の最大の特徴は、なんといっても美しいルーフラインだよな。そうだね、電動メタルトップ機構を取り除いて、あえて屋根を開かなくするって贅沢すぎる。コペンは軽自動車だからデザインに制約がある。その上、ルーフを格納する必要があるから、スタイルよりも機能が優先されてしまうんだ。それは当然だよねー。開発人も消費者も妥協が必要な部分だよ。しかし、コペンクーペは電動メタルトップがない分、従来のコペンよりもデザインの自由度が広がり、ルーフの造形の美しさを楽しめるようになった。普通車で当たり前に実現できることを、軽自動車で実現するって大変なんだな。 A ピラーとの接合部からトランク部まで、幽霊なラインを描いているこのルーフは、一体式になっているからこそ実現できた。このルーフって一体式なの？ルーフ上部、傾斜部、トランク部まで、一つの部品として設計されているぞ。すげえ、それって後付けのルーフとしては、めちゃくちゃハードル高いんじゃないの？もちろんハードルは高い。だが、
例えばコペンクーペのルーフが、ルーフ上部、傾斜部、トランク部と、3つの部品で構成されていたとしよう。それだと分割線が入っちゃうから、あんまり見た目は美しくないよね。まさに自然吸気ちゃんが言った通りで、開発陣もそこだけは妥協できなかった。ものすごいこだわりだな。ただ、トランクはルーフと別体にして、荷物を収納できるようにした方が、実用面を考えると良かったんじゃない？確かに。その言い分もわかるが、実用性を考慮して中途半端な限定車になるより、実用性を犠牲にしてデザイン性を追求した方が、消費者の目には魅力的に映るとは思わないか。まあわずか200台の限定生産だしね、いろいろと割り切った設計の方が、刺さる人には刺さる、のかも。ちなみに、コペンクーペのリアウィンドウは、ガラスハッチだから荷物の出し入れは可能だぞ。位置も高いし、開口部も狭くなっているから。使い勝手に関してはトランクよりも劣るだろうが、コペンクーペの場合は電動メタルトップがない分、ラゲッジスペースの容量が大きくなっている。あ、多少使い勝手が悪いだけで、荷物自体は積載できるんだね。プチ旅行くらいなら全然問題なさそう。コペンクーペのルーフはカーボンルーフでな。これは構想段階から決定していたことらしい。え、こんな大きな部品が全部カーボンなの？そうだ、前から後ろまでの一体ルーフだから、少しでもズレなどがあるとお話にならない。組み付けることができなくなっちゃうもんね。部品精度を高めるのには苦労したみたいだな。話は戻るけど、なんでカーボンなんて、贅沢な素材を採用したんだろうね。ボディ剛性の確保と軽量化が目的とされているが、何よりルーフ全体をフルカーボンにすることで、限定生産ならではの特別感を演出したかったんだろう。大量生産には向かない素材だと思うんだけど、200台程度ならその辺は全然問題ないのかな。こんなに大きなルーフ、しかもカーボンだからな。さすがにダイハツも前例がなかったみたいで、生産を請け負ってくれるところを探したらしい。コペンクーペの市販化プロジェクトは、そんなところからスタートしたのか。コペンクーペはフロントガラスにも秘密があって、エグゼビューを世界で初めて採用したんだぜ。初めて聞くけど、何それ。 AGC 株式会社が開発したフロントガラスで、端的に言えば、曇りにくいフロントガラスだ。めちゃくちゃ便利だけど、めちゃくちゃ地味。コペンは車内が狭いから窓の内側が曇りやすい。だから、こういう装備はあると嬉しいんだぜ。まあ確かにね、便利ではあるよね。エグゼビューは内側だけでなく外側も曇りにくいから、デフロスターやワイパーを作動させる回数が減る。視界確保しやすいということは、安全ということだ。そう考えると割と魅力的な装備かも。この、エグゼビューに関しても、200台限定生産というプレミアム感を出すために、特別装備の一つとして採用したものになる。ふーん、いろいろ変わってるんだね。そのエグゼなんちゃらに関しては、標準のコペンにも採用してあげてほしいよ。そういえば、走り自体に違いはあるの？そうだな、エンジン自体は標準のコペンと変わらず、0.6 リットル、直列3気筒 DOHC ターボの KFVET 型だ。最高出力64馬力、最大トルク 9.4kg となっている。さすがにスペックに違いはないのか。まあベースがコペンゼロだし当然だけど、トランスミッションは5速 MT と CVT で、駆動方式も FF と、この辺は全く同じだな。サスペンション形式はフロントがストラット式、リアがトーションビーム式となっているぜ。サスペンション形式も共通だね。コペンクーペは走りを極めた限定車ではなく、見た目の美しさを追求した限定車だからな。ただ、唯一車両重量に関しては、カーボンルーフを採用したおかげで、標準のコペンより 20kg 軽くなった。ここでカーボンルーフが生きてくるのか、頭上が軽くなっているのなら、低重心化にも期待できるね。また、BBS 製の16インチ単造アルミホイール、MT 車限定でフロントスーパー LSD を採用するなど、スペック自体に大きな変更点はないものの、運動性能は確実に向上していると言えるだろう。それで、いくらで販売されたの？限定車だから高いんだろうな。ベースとなったコペンセロの上級グレード。S の価格が約214万円から217万円なんだ。それに対して、コペンクーペの価格は、約248万円から253万円となっている。あれ、思ったより安い。総額で言うと300万円が見えてくるから、当然軽自動車としては高価なんだが、限定車の割には手の届く価格帯だよな。200台限定生産という希少性を考えると、50万円の価格差は妥当なのかもね。コペンクーペについて解説しているうちに、似たような車があることを思い出したんだが、コペンクーペに似た車、幽霊なクーペフォルムの軽自動車ってこと？いや、
オープンカーなのにオープンできない車だ。そんな蒸気を逸した車が他にもあるのか。その名もマツダ、ロードスタークーペ。このモデルもコペンクーペと同じく、350台プラスアルファの限定生産となっていたんだ。まさかのロードスターか。350台プラスアルファってどういうこと？ロードスタークーペは4グレード展開で、標準のロードスターのクーペ版となる。ロードスタークーペ、と、タイプ S。この2種類は受注生産となっていた。ふむふむ、内外装に手を加えた、タイプ A、と、タイプ E、は、タイプ A が200台、タイプ E が150台生産されている。つまり、標準のロードスターのクーペ版が、受注生産だからプラスアルファという形になるわけだね。となると、コペンクーペの200台限定に比べると、欲しい人の手には行き届いていそうな感じだね。そうだな。希少性という点においては、コペンクーペの方が高いかもしれない。ただ、コペンクーペと違ってロードスタークーペは、15年以上前に限定販売されていたモデルだから、中古車市場にもあまり流通していないんだよな。あ、そうなの。ロードスタークーペの発売は2003年。ベースとなったのは NB 型ロードスターだ。NB 型ロードスターは2代目だっけ？その通りだ。さすがに自然吸気ちゃんも、徐々に車に詳しくなってきているな。そりゃロードスターくらいはね。それじゃあ質問だが、自然吸気ちゃんは、ロードスターが何を指すか知ってるか。何を指すって？マツダのオープンカーでしょ。まあそれも正解ではあるんだが、もともとロードスターはオープンカーの一種で、屋根がホロのオープンカーのことを指す、フェアレディ Z ロードスター、のようにな。じゃあ、ロードスターって言い換えると、マツダ、オープンカーって意味なの。そういうことになる。え、ダサ。だから、海外ではロードスターではなく、MX5 という社名で販売されているんだ。MX5 は良いとして、それじゃあ、ロードスタークーペを言い換えると、オープンカーのクーペってことだよね。そうだ、わけがわからないだろ。マツダ、オープンカークーペか。頭が混乱してきた。車のボディタイプを羅列するという、本当によくわからない社名なんだが、突っ込みすぎるのは野暮というものだ。見た目は思ったより平凡だな。そうなんだ、思いのほか違和感がなくて、なんだ海外製がないんだよな。ただ、ルーフ周りの作り込みはすごいね。コペンクーペのように別体式のルーフを、ボディに被せるような形じゃなくて、ボディと一体化してるから後付け感がないよ。そうだな、コペンクーペは軽自動車だから、ベースの時点でボディサイズに制約があった。ところが、ロードスターは制約がないから、もともと伸びやかなスタイリングを実現している。だからこそ良くも悪くも意外性を感じない。トランクも普通に開閉できるんだね。マツダ、しっかり作り込んでるな。ロードスタークーペを制作したのは、マツダの 100% 子会社であるマツダ E&T だ。マツダの生産ラインじゃないのか。4グレード展開とハイエ生産台数は小規模だから、そのために新しい生産ラインを作るのは無理だ。マツダ E&T 派福祉車両などの制作を手掛ける部門だから、少量生産モデルの開発ノウハウが秀でていたんだよ。それで、そのマツダ E&T に制作を依頼したんだね。ロードスタークーペ、タイプ A、は、専用フロントバンパーを採用すると同時に、ヘッドライトガーニッシュでイメチェンして、さらにオーバーフェンダーを装着することで、レーシーさを強調したグレードとなっている。こっちは200台限定だっけ？もう一つのグレードはどんなの？もう一つは、タイプ E、だな。タイプ A、に比べると落ち着きのあるデザインで、レトロでエレガントな雰囲気を醸し出していた。グレード名やそのスタイルからジャガーの名車、タイプ E をモチーフにしていたと思われる。こっちも専用バンパーを採用しているのか。限定車だけあって贅沢な仕様だな。エレガントさを強調したグレードだからか、唯一、タイプ E、は 480 のみを採用していた。へぇ、そうなんだ。ロードスターのキャラクターを考えると、当時としては割とチャレンジングだよね。タイプ A、と、タイプ S、は 6MT を採用。ベースグレードのみ 5MT となっている。エンジンは全て共通かな。ベースグレードは 1.6 リットル、直四自然吸気で、最高出力125馬力、最大トルク 14.5kg だ。タイプ A、タイプ E、タイプ S、は、上級扱いの 1.8 リットル、直四自然吸気を搭載していて、最高出力160馬力、最大トルク 17.3kg となっている。コペンクーペはコペンの最上級って扱いだったけど、ロードスタークーペはロードスターの派生って感じで、バリエーションが豊富なのはとても良いね。価格にはどのくらいの差があったのかな？標準のロードスターが約185万円から246万円のところ、ロードスタークーペは約235万円から310万円だったぞ。当時の価格で300万円オーバーカー。こっちもだいたい50万円増って感じだね。ロードスタークーペは車体構造から見直しを行い、
ボディ剛性を大幅な向上を実現していながらも、車両重量の増加は 10kg に止めていることが特徴だ。へえ、それじゃあサーキットなんかでは、ロードスタークーペの方が有利だよね。そうだな、ロールバーを取り付ける必要もないし、気軽にサーキット走行できるという利点もある。もちろん、本格的に走るつもりなら、ロールバーは絶対取り付けるべきだけどな。コペンクーペもロードスタークーペも、最初は意味わからないって思ってたけど、話を聞いているうちに魅力的に見えてきたよ。そうだろう、どっちも良い車なんだよな。ただのコペンやロードスターじゃつまらない。そう考えている人は選択肢に入れてみると良いぜ。ということで、今回はこれで終わりだ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。